沢入駅は、群馬県緑市東町沢入にある渡らせ、警鉄道渡らせ警線の駅である。駅番号は、WK13。駅舎ホーム側駅構内相対式2面2線の地上駅。駅舎は、ログハウス。駅舎内に簡易郵便局を併設した珍しい駅だが、無人駅扱いなので郵便局で乗車券を購入することはできない。 最終列車を除いて列車交換が当駅または神戸駅で行われている。一方の足尾駅も列車交換設備を持つがトロッコやイベント列車を除き普通列車同士の交換は行われない。国道が未整備だった頃は足尾線の貨物を利用して渡瀬川の三影石を運搬し、当駅が三影石の積載所だった。現ホームの足尾側に もう一本ホーム跡と思われる石積みがある。下りホーム側には、あずま屋や遊歩道などが整備されている。また、駅舎の気り寄りには、第三種踏切があり、古戦橋を渡らなくても下りホームや川の方に行くことができる。駅構内には、地元住民により2200株のアジサイが植えられており、開花時期には、観光客の目を楽しませている。 朝夕の通学のほかは、地元の住民が数名利用。今朝丸山へのアクセス駅だが、登山口まで遠いため、登山目的で利用する人は少ない。列車同士の交換をする際、下り列車が5分間停車することがあり、その際には、下りホームにあるアジサイなどの花を見ることができ、途中の旅の駅として楽しめる。沢入駅から原稿駅までの区間は、 道鉄道の中でも急勾配区間にあたる。落石に注意する場所が数箇所あり、国鉄時代にも台風や大雨による落石で運転を見合わせることがあった。その一つにバンドカーブがある。この区間も蒸気機関車 C12 型による10連運転が行われていた。自力加速が可能なディーゼルカーでさえも全力力走にしても足を方面の場合時速 40km が 限界である。逆に気流域は勾配を下るためだ清掃校でも、かなりの速度が出るために、バンドーカーブ入り口手前に、速度照査式の ATS が設置されている。ありがとうございます。